社もお金をいっぱい持ってますと、内部留保っていうことが、ね、聞いたことある、うん、あれをね悪だっていう人もいるんだけど、あれはよくて、ね、その内部留保に内部留保課税をしようぜみたいな、なるほど、話まで出てきて、これもうやったですね、地獄です、地獄ですね。確かに日本は世界に比べて雇用流動性が低いんですよね。つまり日本の終身雇用のその風潮っていうのが賃金を上がらない原因を作ってるっていうことですね。多分多くの人は。とガーファが名前変えたね。あ、ガーファじゃないです。フェイスブックが名前変えたね。変えましたね。なんでしょう。メタじゃないですか。ニュース見てんだね、ちゃんとね。見てます。うん。ってことは？はい。ガーファ改め？ガーン。ま。うん、マイクロソフト入れるとガーマム、ガーマムちょっと可愛いです、ね。こんにちは。こんにちは。忙しくしてる？いやまあなんだかで出ますよ。ここでスーパー業界クイズ。いや待ってましたよ。覚悟できたかな？はいはい。今日のお題は何でした？今日のお題ですか？ウォルマートですね。ウォルマートですね。はい。はい、世界最大の小売業態ですね。はい。ということで、一応国内だけになるんですけど、日本のスーパー業界の、はい。これもね、業界動向 .com さん、前回引き続き、はい。使わせていただきました。はい。ここから出題します。第1問。国内の業界の市場規模はどれくらいでしょう？市場規模ですか？なるほど。選択問題ではないと。うん。ズバリ、数字当ててください。はい。やっぱり、うん。スーパーって、毎日使えますし、うん、生活必需品もたくさん含まれているので、うん、いきますね。うん、3兆少なくねえか？一応ね、19兆ということです。なるほど。まあでもここら辺になってきますと、ちょっと単位がですね、まあ、ね大きいので、うん、ちょっと想像しにくいところもありますよね。いや、想像しよう。いや、想像しよう。いや、想像し、ね、めちゃくちゃ想像してください。いや、例えばだよ。この間、スタンフォード大学の去年の投資運用成績が出ましたけど、はい、それが1兆5000億です、はい。それが日本のスーパー業界の市場規模3兆だとちょっと死んじゃうでしょ、もう。そうですね。ああ、そう考えましょう。国家予算が100いく兆なんで。そう、国家予算がね。はい。って考えるとすごい大きいですよね。まあまああります、やっぱり、はい。うん。スーパーだけだからね。はい。あの、ドラッグストアとかそういうの入れてないですからね。はい、あ、ヒントになっちゃう。はい、次行きます。2本目、どうだ？一番売り上げてる会社は、どこでしょう？一番売り上げてるかの会社ですか？うん。うん、そうですね。うん、サミットでいいですか？ん？サミット？ティ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 ブブー。違います。もっとでかいのアルベーヨ。正解は、はい、イオンです。そうですね。イオンもありましたね。そう。イオンもあるというか、国内では一応最大級です。最大級というか最大です。そうです。ちょっといろんなことを、いろんな商品売ってて、ちょっとスーパーっていう概念じゃなくなってましたね。うん、ちょっと。そうそうそうだね。はい。うん。紛らわしい部分もあるしね。はい。ここはストレートにイオンでよかったわけですよ。そうですね。うん、じゃあ2位は？ 2 位。これ、おまけ。ってことは、うん。できたいんですけど、いや、サミットですか？いや、違う。また喉がいっちゃうから。セブン&アイ。セブンも入るんですね。そう、あの、ヨークマートとかさ、伊藤洋華堂とかあるでしょ？うん。これが、このワンツーがもう、トップワンツーでもう他はね、あんまり追いついていけない状態。なるほど。うん。でも、それでも、イオンでだいたい6兆とかするぐらいなんですよ、売り上げが。なるほど。ウォルマート、いくらだった？売り上げですか？うん。ウォルマートの売り上げですか？うん。なんか、怪しい顔してるね。いや、まさに10倍ぐらい売るわけよ。はい、60兆とか、そんぐらいの規模ですよ。はい、でいかにあの、やはり、日本がすごくミニマムかわかりますよね。はい。じゃあ、3つ目の質問いきます。DD。はい。利益が一番多いのはどこでしょう？これ意外かもしれない。意外。一応ね、2020年、2020から2021年の間、この1年間で今出してます。説明を送りました。世界的危機の中で、利益が一番出たのはどこでしょう？ダントツです。なるほど。うん。ってなってくると、うん。やっぱりまあ、世界的危機の中で、うん。やっぱり、家の近くは結構外出は、まあ、してた方多いんじゃないでしょうか、はあはあ、それで買い物とかちょっとしたりなんかして、うん、っていうところで、うん、セブンなんじゃないですか。正解、はい、ドゥルー、正解正解、はい、これびっくりするでしょ。そうですね、あの売上だともうダントツでイオンでしたと、はい、しかし利益はセブンが出てて、はい、なんとイオンは赤字でした。
なるほど。去年。うん。やっぱり店舗が大きいですし、あそこあんまり行きたくないって方が多かったですかね。いや、あのね、売り上げも順調にあったし、はい。営業利益とかだとすごく出てるんだけど、はい。いわゆるですね、減損損失を計上したと。うん。投資額が回収できない部分を、もう損出ししたんですね。なるほど。うん。だから、まあ、ある意味その、悪出ししといたと。なるほど。うん。で、今年はですね、もう一気に黒点して、はい。はい。で、もう、超利益出ちゃうよっていう感じなんで。はい。去年、世界的危機の中で、はい。あそこの中でも全部出したいみたいな、はい。ことだったんでしょうね。はい、うん。売上は据え置きみたいですね。8兆、7兆ぐらい。うん。なるほど。はい。っていう予測してます。じゃあ、最後の問題します。第4問目。はい、スーパーの、はい。特集をやりましたけども、はい、その周辺業界というと何を思いつきますか？周辺業界ですか、うん、これ最初にちょっとさっき言っちゃってましたけど。そうそう、言っちゃって。やっぱり、そう、例えば。ドラッグストア。そう、ドラッグストアっていうのは一つ。てるん。はい。うん。であったりとか、うん、うん、でも家電製品売ってる店なんかどうですか？あ、そうそうそう。はい、うん。そう、家電量販店。正解。家電量販店ですね。うん。いいよ。あといろいろあるよ、まだまだ。あと、うん、スポーツ用品店とかどうですか？スポーツ用品店、ちょっとないかな。ちょっと入んないですか。ショッピングセンターっていうくくりでいいかな。なるほど。うん、あと、ホームセンターとかさ。ああ、ホームセンターですね。そうそうそう。うん。ね、ビバホームとか、コメディとかね、うん。いっぱいあります。とにかく、国内の状態は、もうイオン一強と言ってもいいぐらい。はい、そこにセブン&アイが入ってきてるっていう状態。はい、っていう、まあ一応国内のこのサイズ感を見て、で、本題のウォルマートをここから見ていって、これをグローバルサイズと国内サイズちょっと比べてみたいと思います。はい。まあと言ってももう言っちゃいましたけどね。はい。この全員が束になってかかってもウォルマートに勝てないというのが現状です。はい。はい、じゃあ、ウォルマートのね、レポートをやってもらおうかな。はい。うん。それでは行きましょう。じゃあ、レポートしていきましょう。私にください。で、紙レポートを、はい。紙レポートです。Thank you! じゃあ一緒に掛け声しましょうか。レッツレポーティングタイム。ウォルマートストアーズは米国アーカーソー州ベントンビルに本部を置いている世界最大のスーパーマーケットチェーンであり、売上高で世界1位を記録した企業です。1945年にサム・ウォルトン氏が雑貨店のフランチャイズを開始したことから始まりました。1991年にメキシコにて海外展開を開始して、現在では世界27カ国に展開しています。また同社は同族経営としても知られています。今回のレポートではなぜここまで売上を出すことができているのかについて迫っていきたいと思います。ウォルマートの低価格へのこだわり。ウォルマートはとにかく低価格で商品を顧客に提供することにこだわっています。その企業に握っているのは人件費と安価での大量仕入れです。後者は問題ないのですが、前者に対しては不満の声が集まっています。会社を調べていく中で多くのウォルマートに対する雇用の悪評が出てきました。例えば従業員に対する報酬が釣り合っていないことや、従業員は生活保護を受け取っても生活が苦しいなど。真実は定かではないですが、このような状況に対してデモやストライキが発生しているのも事実です。しかし圧倒的な安価なので購入する人はたくさんいるわけです。こういった労働者に対する扱いは他の企業にも伝染していく可能性もあるので、こういった労働環境を放置していくことは良くないなと感じました。結局その商品を購入している消費者もその悪循環に加担してしまうことになると思います。身近なところで言うと、西友はウォルマートの傘下になっているようですが、しっかりと業績を伸ばしているようです。このようにウォルマートの戦略は確かであることも事実です。 EC 関係に対する巨額の投資、ウォルマートがここまで成長したのはやはり EC 関係の発展と言われています。現に2020年から続く巣ごもり経済でインターネット通販の需要が高まった中、それを大きな追い風に変化させたのは間違いなく、またそれは EC 設備をあらかじめ設備していたからだと言います。当初は革新的であるがために投資家からは不評だった EC 関連の、投資も結果的には時間とコストのかかる自社内の研究開発費に充てるよりも良かったということですね。スーパーでの買い物もインターネットで行うことにより多くの消費者に商品が行き届くことでより多くの利益を上げることが可能になりました。現に世界的危機にさらされていた2020年の4月から、6月の間でさえ既存店の収益は同年同期比 10% 増加という値を出していました。2020年には有料の会員制のウォルマートプラスをスタートして当日配送サービスを無制限で行えるようにしました。あの状況下でもサプライチェーンを継続させて取引の支援が新たな雇用を創出したことが
大きな成功の秘訣になったなどと感じました。環境などにも配慮している点。モルマートは小売業としてだけではなく、診療所事業や気候変動問題に対してもアプローチをしています。前者はオンラインとオフラインで行われるヘルス企業を展開していく予定で、後者は気候変動問題への対応として2027年からプロジェクトギガトンが進行中です。2030年までにサプライチェーンで発生する CO2 をですね、累計で1ギガトンまで削減する方針です。このように様々な問題に取り組んでいますが、その陰にある労働者問題については別問題で考えた方がいいのかもしれませんね。しかしこのような取り組みは評価されることなので、いい取り組みだとは感じました。いやー戻ってきました。そうですね、いや見事なレポートでしたね。はい、はい、そうですね、気になることは少し聞いてみたいと思います。はい、労働問題ね。そうですね、はい、どうやら安く、はい、こき使ってるというふうな、はい、世間の評価があるってことですね。そうですね。まあ、ウォルマートに限らないことだと思うんですけどね、この問題は。はい。なんでそんなことになったんですかね。やっぱりこの、ウォルマートは、やっぱり低価格で商品を提供することに、まあ、命をかけてるというか、それが売りなわけじゃないですか。はい、まあ、その上でやっぱり人件費っていうのは、大きな割合を占めてくるわけですね。やっぱそこを単純にこの削って、安い賃金で働かせようっていう、そういうような、あれですね、やっぱり低価格への執念が生んでしまった状況じゃないですか、ね。なるほどね。はい、なんかこういう低価格勝負は、はい、まあ、それこそ日本のお家芸みたいなイメージがあって、はい、なんか外資はこんなことになってないイメージがありましたけどね。はい、うん、まあ、それこそユニクロなんかもちょっと問題になってましたよね。ああ、そうね。服のウイグルの問題とか。ユニクロなんか、まあ、ウォルマートもそうなんじゃないかな。上層部はめちゃくちゃ高収入なんですよ。知ってました？はい、何千万億っていうのがゴロゴロいるんですね、トップはね。ただまあ、小売店の、販売員たちは、やっぱりそんなにもらえないっていうのも事実ありますわね。そうですね。どう思います？でもその構図は。いや、もう本当に良くない構図だと思いますね。その、例えば日本なんかは、どんどん物価が下がってたりした時とかに、例えばそういう人件費の部分をちゃんと上げてあげて、で、物価もどんどん上がっていくっていうのが正しい物価上昇の流れになっていくと思いますし。そうね。はい、ちょっと難しい話になるかな。聞いてみちゃおうかな。はい。なぜ日本は給料が上がらないんでしょう。どうすれば上がりますか。そうですね。やっぱ給料を上げるには、まず会社儲からないといけないと思うんですね。ってなると、会社が儲かるためには、やっぱりいろんな人が、物を買う、消費するっていう状況が大切だと思うので、まあ、例えば、結構、日本人って言いますか、大きな買い物とか、お金を使うことに少し抵抗あるというか、だったら、例えばお金をたくさん持たせてあげるというか、それが銀行に預けっぱなしにしないとか、金利政策とかもありますしね。で、それなので、どんどん消費を、購入と消費っていうのをどんどん促していくことしかないんじゃないですかね。そう、おっしゃる通り、そういうサイクルを作りたいんですが、はい、給料上がらないじゃないですか。そうですね。なぜですか。いや、もう。難しいですね、やっぱり。そうですね。これはですね、はい、これまあ、あくまでも持論といえば持論ですが、はい、一部ではもう唱えられている論です。はい、日本は世界に比べて雇用流動性が低いんですね。なるほど。はい、つまり、一回会社に入ると、なかなか退社していかないんです。はい、まあ、もともと障害雇用みたいな話ありましたね。そうですね。新卒で勤めて会社に定年までいて、いていれば、もう障害年収そこそこ稼げますよっていう時代があった。はい、まあ、それをもう引きずってるのかもしれないけども、日本はね、雇うのは簡単だけど、解雇することが本当に難しいんです。そうですね。はい。だから、採用してみないとわからないから採用するんだけど、そしたら会社の仕事にマッチしなかった。はい。これは会社側からも、これも、社員側からもそうだよね。いや、ちょっと私が思ってる会社と違いました。はい。この場合はまあ自主退職で辞めてくれるんだけど、はい、会社から辞めてくださいっていうのは本当に難しいのね。はい。上場会社に至っては本当もう無理に近いぐらい難しいんです。はい。認められない。これが流動性が低くなることによって、入れた社員の給料を簡単に上げれなくなるんです。なるほど。うん。規模が大きくなればなるほどね。はい。そんな簡単に上げてたら、ちょっとパフォーマンス落ちた時に解雇できないんで。はい、そうですね。全部負債になっていくでしょ。生産性に対して渡してる報酬の方がどんどん上回っていっちゃうっていう話になる。だから怖くて上げれないんです。なるほど。つまり、日本の終身雇用のその風潮っていうのが、賃金を上がらない原因を作ってるっていうことですね。多分多くの人は反対すると思います。解雇しやすくしようって言ったら。そうですね。うん。瞬間的にすごく反対すると思うんだけど、大手の会社ほど
例えば売上作ってるのって上位 1% が 5% なんですよ。そうですね。その他の人って働いてないです。はい。簡単に言うと。数字にコミットしてないんで。はい。それが日本の会社なんです。そうですね。外資は、数字作らない人間はすぐに切ります。明日から来なくていいよって言っていきます。だから常にフレッシュで常にパフォーマンスを高く出せる人間が会社に残っている。そうですね。だから強気で給料も上げれるんです。今のあなたをちゃんと評価しますと。はい。しかしながら、評価できなくなったら、クビにしますよ。もうこれ分かりやすいです。そうです。だから反対はするだろうけど、でももう、やっぱりね、国民全体が理解しないとダメですよ、その構造に。そうです、ね。会社でぶら下がろうっていうんじゃなくて、会社で自分の実力を発揮して、発揮した分の給料をもらえばいい。もし、パフォーマンスが発揮できなければ、クビにされても大丈夫です。っていう気持ちで全員が戦っていかないと、これはもう、一生解決しないと言っても過言じゃないでしょうね。そうですね。うん。でもグローバルファイターにはなれないですね、今の感覚じゃ。そうですね。特に日本、に限らずですけど、うん、特に田舎とかだと、結構外国の方からとかが結構、まあコンビニとかいろんな場所で働いてるじゃないですか。うん、まあそうなってくると、大井さんが言うような状況になって、うん、その解雇されてしまって次の職を見つけるって時に、うん、なかなかその就職先がないっていう、そのことにもなっちゃうと思うので、うん、そこの問題もありそうですよね。そうですね。外国人労働者との。うん、だから、流動性を高くなるってことは、辞めさせられる可能性も高くなるけど、はい、再就職もしやすいんですよ。ああ、そうですか。そう、流動性が高いっていうのはもう取るインとアウトがすごく回ってるってことなんで、はい、辞めさせられても、次、もう強気で取れるから、今度。なるほど。会社も。まあ、高回転ってことですね。そうそうそう、とりあえず取ってみよう。はい。っていう気持ちで取れるから。で、ちゃんと数字出したら、瞬発力的にバンと上げれるし、なるほど。上げ続けてれば上げる。ちょっと会社に合わなくなってきたらさよなら。でも次の再就職もいくらでも。そうですね、うん。そうやってやってるから強いんですね。なるほど。グローバル。だから不思議そうに見てますよね。そうですね。はい。だから、あなたみたいにね、意欲の高い人間だけだったらいいんだけど、はい、やっぱりね、国民の中にはね、はい、ぶら下がって、働いたふりして帰って、そこそこ給料もらえて、はい、いや、よかったわっていう人もいっぱいいるわけですね。そうですね。はい。生産性で全部示せるじゃないですか。はい。答えは出てるんですね。これやっぱ日本だと難しそうですね。そう、今ね、それをできる、まあ政治家はいないでしょうね。そうですね。それを唱えた瞬間、おそらくもう当選できなくなるから、うん、なっちゃうんで、大改革になっちゃうからね。だから、今、一生懸命ね、富裕層のお金を取り上げて、中間層で下ろしますみたいな。はい。こんな話にならない政策とか。ちょっと良くないですね。良くないですね。そんなことしたって誰も幸せにならないんですよ。もう逃げていっちゃいますね。そうです。国内にいる唯一の稼げる人たちが、稼ぐ力がある人たちが全部国外に行っちゃう。っていうことが起きるだけだし、あと金融所得増税もね、一旦ポッと話出ましたけど、見送りになったからいいってわけじゃなくて、一回でもそういうね、未来が感じられない政策が出た国の投資したくなりますかって話なんですよ。はい。現にマネー逃げていきましたからね。今も見てください。ニューヨークも強い。上海だって、中国恒大リスク。はい。ね、チャイナバブル崩壊か。当事者のところは別に株を下げてないわけです。そうですね。日本だけです。はい。仮想通貨だって上がってる。はい。ね。日本だけ弱い。それはなぜか。日本が発展していかなそうな政策ばっかりが、話題に出てくるからです。なるほど。うん。これやばいなと思われてるわけですね。そうですね。貯金の話も出ましたけど。はい。個人の貯金。はい。が、なんかね、眠ってるって話もあるけども。はい。会社もお金をいっぱい持ってますと。内部留保っていう言葉を、ね、聞いたことある。うん。あれは、あれをね、悪だっていう人もいるんだけど、あれは良くて。はい。去年で十分分かったはずなんですよ。お金いっぱい持ってる会社が、はい。世界的危機の中で生き残れて、なおかつそのマネーを使って新しい事業展開して大きくなった。まあ、GAFA なんてみんなそうじゃないですか。そうですね。去年、とんでもない成長を遂げた。だから内部留保を持っていることはいいんだけど、一部でその内部留保に内部留保課税をしようぜみたいな。なるほど。話まで出てきて、これもうやったですね。地獄です。地獄ですね、確かに。地獄です。外国人投資家はどう思うかというと、要は日本の会社の財務が痛むわけですね。はい。持ってたキャッシュが税金でごそっとなくなると。悪くなりますね。財務諸表が。はい。ってことは今の株価がみんな割高っていうことになるんです。はい。数字上。はい。じゃあもう売りますよね、と。そうですね。はい。で、復活する気配がなければ、もう買いに来ませんよね、と。世界中に投資する対象はあるわけです。はい。わざわざ日本に来なくてもいいと。はい。ましてや、この30年間日本は停滞していたところが衰退してきたわけです。はい。そこに、まだマネーゲームしに来てくれてるってことをまず感謝しなきゃいけない。そうですね。うん。そこをないがしろにして、その人たちが嫌がりそうな政策ばっかボンボン出るもんだから、今一旦引いてるって感じです。そうですね。今、うん、海外の人たちにジャパンマネーがどんどん持ってかれちゃってるってなってますけど、うん。買ってくれない日も近いってことですね。いや、そうですよ。ちゃんとね、事実は受け止めて、はい、日本は外国のマネーが入って出てやってないと、はい、成り立たない国なんで、はい、そこをね、
理解した上でイケてる政策をやってってほしいですよね。そうですね。うん。国民のその選挙、目の前の選挙の票が欲しい政策ではなくて、国が潤うための政策ですね。そうです、ね。はい。要は外国マネーが来そうな、うん。あなただったら何を思いつけますか？外国マネーですか？そう。外国人が日本に投資をしようと。日本の株を買おう。日本の不動産買おうって思ってくれる何か。くれる何かですか？うん。私はその雇用流動性を高めることで、投資意欲が湧くんじゃないかなと思ってます。なるほど。うん。日本の企業が弱い理由の一つですから。ある意味大きな一つですからね。うん。結構僕今日喋りすぎちゃって、熱くなっちゃった。ウォルマートの話からちょっとずれてるけど、まあいいですね。いいですね。そうですね。うん、こういう議題に対して出てくる問題、はい、これをどんどん突き詰めると。はい。うん、もうちょっと話でかくしちゃうね。はい。日本どうしたらいい？うん。どうしたら日本の株を買ってくれるかな？外国人投資家がもっと。そうですね。株を買ってもらうってなると、うん、では魅力がないとダメじゃないですか。まあ、例えば、うん、こう世界数ある企業があって、自動車産業とかあるじゃないですか。自動車産業。自動車産業は自動車ね。はい。例えば、半導体がなくて製造ができないみたいな話あったじゃないですか。うん、ありますね。今もそうです。それは、結局台湾でしたっけ？台湾の工場が、うん、まあ、作ってくれている状況。うん、熊本に、うん。みたいな状況になってると思うんですけど、うん、そういった何かを作るのに対して、不足してるみたいな、うん、その不足してるところのものをですね、やっぱり日本国内みたいなんで、うん、その、製造できるよみたいな。うん、感じになってくると、やっぱりそういうところにはお金集まってくるんじゃないですかね。なるほどね。まあ一つ考え方としてありですね。はい。うん。確かにね、半導体大手のね、台湾セミコンダクターがね、はい、日本に来て工場を作るっていうね。うん。でもよくあるとですよ。はい。かつて中国がそうだったように、製造ラインは中国と。はい。なぜなら安いからと。はい。それが今日本になろうとしてると思うとゾッとしないですか。そうですね。日本はそうやって機械的に作るだけの島になっていこうとしてないですか。結構危ないですね。危ないです。今ね、ただでさえ日本の労働力って安いんですよ。はい。あらゆる業態で。だから日本に外注するっていう概念も出てきてるね。まあでもやっぱり最近、うん、まあその、どの国もやっぱり、その賃金が安い国で生産するっていうのは同じじゃないですか。はい。でもそれ続けてると、まあいくら大きい中国とか、うん、他の東南アジアの国々。うん、でも、やっぱりその、いつかはその、埋まってきちゃうというか。うん。で、どんどん、まあ賃金も、同じぐらいになってきちゃってるみたいな問題もあるというふうに聞いたんですよ、うん。やっぱりでもそういうのはちょっと仕方のないことなのかなと思いますけどね、ちょっと。うん、日本はね、賃金上がらない。確かもう韓国の方が高いんじゃない？最低労働賃金。そうですね。かといって、はい、今じゃあ最低賃金を上げればいいんじゃないっていう話になったら、はい、それはそれで株下がるんですよ。はい、そうですね、最低賃金、はい。会社が大きくなってなんぼなんでね。はい。ただ最低賃金が上がったところで、それが経費で重しとなるんで、ただ儲からない会社がいっぱいできちゃって、はい、うん。だからもっと奥の方の改革からして、会社がでかくなっていきました、ちゃんとそれを、還元しようねっていう、こういう順番でいかないと。そうですね。逆ですね、順番が。売られちゃう。うん。でも逆のことをやろうとしてるんですね。はい。はい。なぜならやっぱ票が欲しいんでしょうね、政治家さんは。そうですね。皆さんの給料上げますよって言った方が、投票するね、層には響きますね。まあ。ですからやっぱり、本当に、この国を変えようとしてる人は、うん、多分この国の国民から好かれない人だと思うんですよ。あ、そうですね。ってなってくると、本当に一生現れないんじゃないかなと思いますね。はい。本当に。本当そうなんです。どっかでどうにかしないといけない。これやっぱりね、もう多くの大人たちがもう議論してますよね。分かっちゃいるんだけど、体制が作れないですよ。でもそれこそ強制的にやるしかないじゃないですか。はい。強制的にやって慣れさせていくしかもうないぐらい。例えば強制的にやっても、その任期が終わったらその人降ろされちゃって、はい、次のやつは好かれようと思ってもう180度まだ戻しちゃったらもう終わりなんですよね。はい、ですよね、確かに。だから、もう、国民全体でそういう気持ちにならないと無理なんですよ。はい、なってくとやっぱり、その、ちょっと言い方悪いですけども、うん、高齢者の方々、やっぱりそういう、まあ選挙の割合とかから言ってもちょっと重しになってると思いますよね、やっぱり。うんうんうん、国の成長の。うん。なってくと、今のちょっと古い考えの方々が、かなり世代交代といいますか、うん、まあ、ちょっと減ってって、うん、今の、ちょっと若者層っていうのが、うん、それも教育の仕方によって変わりますけども、うん、まあ、きちんとその政治のことを理解している人たちが、うん、投票とかしてると変わってくるってなると思うんですけど、やっぱ遠い未来の話ですよね。そうね。例えばですよ、年齢が若ければ若いほど、一票が三票分の効果があるとか。はい。なんかそんな風にするだけで結構変わると思うんですよね。ですよね。やっぱり高齢者に、うん、高齢者政治、まあ、政治じゃないですか、うん、今。やっぱり高齢者相手に、うん。やっぱり何でも都合のいいように政策立てていって。うん、そうね。
まあ確かにですよ。特に戦後のね、日本を急成長させてくれて大先輩たちなんで、はい、ある意味ね。だから支えるってことは全然構わないんだけども、はい、だけど日本が成長するってことに関しては、ひょっとしたら若者に少し意見を、ね、はい、あの重要性を高めてあげた方が、そうですね。まあ活気づくかもしれないし、はい。で、あとはもう一人一人が覚悟するってことですね。はい、さっき言ったように、あの、就職もしやすいけど、結果出せなければ切られる可能性もあるって、それもちゃんとしたね、健康的な、ある意味。はい。はい。グローバルはみんなそうなんですから。日本だけ妙にそこなんですよね。そうですね。はい。だから、まあ、そうやって全員で変わっていきたいですね。そうですね。うん。これ、ウォルマートの話から結構ずれちゃったけど。まあでもいいじゃないですか。うん。なんかいい話になったね。はい。ウォルマートうんぬんっていう、まあ一つの、まあある意味、そのミクロの話で終わらしちゃうのもいいんだけど。マクロに。はい。マクロでちょっとこう、大きめに見るっていうのも。はい。まあこういうウォルマートを題材にしたからできたことかもしれないね。そうですね。労働力の話が、まあ、労働者問題から発展していって。うん。ちょっと、おじさん熱くなっちゃったよ。はい。あなたの世代でね。はい。きっと何か変えていけるはずだから。はい。うん。変えてほしいなと思いますよ。わかりました。じゃあ最後に一言あなたに捧げます。はい。結果出そう。結果出して生きていこう。結果全てですね。そう、はい、あの男の子は特にね、どのセクションにつくかわかりませんが、はい、やっぱり数字つくってなんぼなんでね、何かを生み出してなんぼなんで、そうです。頑張ってるだけじゃ評価されないですね。そうそうそう。努力は1年目にもならないんでね。はい、自分の中の経験にはなりますけどね。そうですね。会社では評価されないんで、はい、そういう厳しいマインドを自分で持って、はい、あらかじめ社会に行ってください。終わりました。はい。急に社会に行って厳しくされるからみんなびっくりしちゃうんだけど、はい。うん、社会はあの結果出なかったら終わりですから。はい。うん、会社もそうですね。そうです、ね。会社もお客さんに対して結果出せてなかったらもう終わりですから。はい。はい。必要とされる人間になってください。終わりました。よし。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。またね。雇用流動性の件、目が点だったの。いや、そうですね、うん。目が点になっちゃいましたよ。そうそう。だけどあれはね、もう本当禁じ手なんで、はい、踏み込めないよね、きっと。そうですね。うん、雇用者側もなかなかやりたくないんじゃないでしょうか、ね。雇用者側はやりたいの。いや、僕はそうは思う。本当雇用側はやりたいんだよ。あの流動性、それはされる側です。非雇用者ね。非雇用者は非雇用者です。話が全然できる。そうそうそう。言い方問題です。うん。言い方問題。非雇用者さ、非と雇用者全然違う。雇用者ちょっと雇用されてる側だと思った。そうそうそうね。内部内部だと。うん。内部改革になるから、この件を両側で触れて、壁切るとこれ、バンされるかもしれない。そうです。ちょっと消されちゃうかもしれない。